高校サッカー選手権の県大会は準決勝2試合が行われ、明日の決勝のカードが鹿児島城西対神村学園に決まりました。準決勝第1試合、鹿児島城西対鹿児島は開始早々動きます。ワンタッチでクロスを送り込んでくる、ゴール前ヘディングシュート、入った。鹿児島前半3分に先制ゴール。鹿児島は8番佐藤がクロスボールに頭で合わせ先制に成功します。一方、鹿児島城西は後半4分、ロングスローの流れから途中出場8番副島が同点ゴールを奪います。さらに15分、17歳以下日本代表大石が巧みなターンから右足を振り抜き逆転ゴール。この後福留のゴールで突き放した鹿児島城西、決勝に駒を進めました。イメージ通りだったと思います。もうここまで来たら勝つしかないと思うんで、絶対勝って全国行きたいと思います。準決勝第2試合は神村学園と鹿児島実業の顔合わせ。神村は開始2分、18歳以下日本代表縄田が鮮やかに先制ゴールを決めます。さらに福島ドリブルで仕掛けていく、福島がシュート、4点目ですね。大量9ゴールで鹿児島実業を破った神村学園、大会8連覇に王手をかけました。決めるべきシーンでしっかり決めれてたので、ああいう試合展開になったのかなっていうのは思います。必ず女性倒して全国行けるように頑張ります。決勝戦は明日白波スタジアムで行われ、 KYT では午後0時半から実況生中継します。